みなさんこんにちは。はい、ちょっと集まってから始めようかな。おいしいものでも食べよう、寄り道して帰ろう、そうやって少しずつ拾い上げて一つずつ、立ち上がる頃にはもう前見て、どの道が終わったら始めよう。これショールームってさ、自分たちの曲流しててもいいんだよね。楽しみたいじゃん、どの道未来は幸せになれるなら最悪だって味わいたいじゃん、ひとまず笑っとこう。イエーイということで、皆さんこんばんは。今日はなんと、もうね、終了のお時間、エンドロールということなんですけども、今日も本当にね、落ちてきてありがとうございました。あっという間でしたね。なんか本当さっき始まったかなと思ったらもうエンドロールということで、早いなというね気持ちなんですけども、終わってもいいんでしょうか。これはダメか。って言ってくれる人もいるけどね、お疲れ様でしたっていう、あの終わっちゃう方もいるんですけども、 お疲れ様でしたじゃないのよ。みんなそこはね、止めてもらわないと本当に終わんないといけなくなっちゃうから。アンコールアンコール体感一瞬でした。本当よね、私も一瞬だよ。さっき配信ボタン押したらもう押さなきゃいけないのかみたいな。終わりません、おやすみなさいじゃないのよ。今日はアンコールいただいたのでね、やっていきたいと思いますけども、今日はね、そのいつもアップアップガールズかっこ2期の、お待って、チケット売れた、しんちゃん一部ありがとうございます。この間ね、いけるかわかんないけど、あの挑戦してきたら行くみたいな言ってくれてたね。一部しんちゃん、一期生ライブザ・シックスセンスのチケットご購入ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。そっか、今日はショールームだからやりながらこうチケットもゲットできちゃいますので、皆さんぜひね、配信の合間にちょっと気になるなって思った人は、1月29日のライブぜひ来てください。こじ開けます、ありがとう。今日落ちチェキもね買ってくれてる、ありがとうございます。しんちゃん、チェキもこのライブもチケット届くのも楽しみにしててください、ありがとう。ということでね、もう素晴らしい幕開け、素晴らしいアンコールの幕開けが始まったわけですけども、今日はいつも YouTubeにきちゃんでやってるおうち席会をですね、なんでかわかんない、私もなんでかわかんないんですけど、今日はショールームをお借りして配信していきたいと思います。イエイイエイイエイ。題して今日はね、このパーカーチェキということで、この私が今着てるチェキじゃない、パーカーがなんと私がデザインしたパーカーなんです。はい、こちらね、あの今これの販売数みたいなのでちょっと対決してまして、いろんなアイドルさんも参加されてるやつなんですけど、それでね、まあ、各々がデザインした、パーカーを、の売り上げ数で、あの雑誌へのね出演が決まるというあれになります。皆さんもうゲットしてくれましたでしょうか、こちらのパーカー。これね、色はね自由に選べるんですけど、私は今日
黒を着てます。てか今日初めて来ました。今日初めてパーカー着ました。嬉しい。謎の、そうだね、今日42の謎もどっかで明かしたいと思いますので、この42、なんで42なんだろうっていうね、いろいろみんな謎に思ってることあると思います。あとはこのパーカーの説明とかも今日配信しながら解いていこうと思いますので、皆さんぜひ最後まで見ててください。そう、黒ですね。ちょっと紫、なんだろう、青っぽく見えてるかもしれないけど、今黒着てます。今日はそんな、え、またチケット、なんだ、チケット違うよね。はい、42歳じゃない、私は23歳です。はい、で今日はこのクマちゃんパーカーって言うんですけど、これ題してクマちゃん、クマちゃんこれクマちゃんって言うんですけど、クマちゃんパーカーに合わせてクマさんの髪型にしてみました。なんかね、小さな飛行機飛んだだけでした。ちょっとオートミールさん、ちょっとペイント良くない。そんな感じでね、クマのなんか今日お団子にしようと思ってたんだけど、輪っかにしたらすごいクマのこの耳とそっくりの輪っかができたので、今日こちらで配信していこうと思います。そんなレアなチェキをじゃじゃん、リアルタイムで撮っていきたいと思います。なんかね、たくさんギフトが届いてますね、ありがとうございます。竹春さん、ハート100個ありがとうございます。あゆさん、服ありがとうございます。竹原さん、かわいい、ありがとうございます。髪型かわちい。そう、いつもとメイクちゃうの？メイクはね、今日そのままですね、どちらかといえば。そう、ただ髪型がちょっと派手だからメイクが薄く見えるね。ではやっていきたいと思います。見てるの、これアーカイブとか残らないので、いたらいますって言ってください。皆さん、一人目スミさん、スミさんいる？あ、初見さん、ルームツイッターフォローして、お、ありがとうございます。カズピョン、ありがとう、ありがとうございます。ではスミさんのメッセージ読んでいきたいと思います。まーちゃんこんにちは。せっかくワッチャウって注意されてるのに、すっかり油断してクマちゃんのようになってしまった。あらまあ、これから気をつけないと。かっこもう遅い、クマちゃんパーカーチェキ届くのと来週の一期ライブ楽しみにしてるね、ということで。すみさん、ありがとうございます。あ、いるよ、ありがとうございます。そうなんですよ、これね、ワッチャウって書いてるんですけど、ワッチャウってアフガニキの曲の中にもあるタイトルなんですけど、ボヤボヤすんなよっていう、なんかそのボケっとしてたらダメだよみたいな意味なんですよね。でこのクマちゃんがちょっと太っているんですよ、わかる？このポテッとした感じ、かわいいでしょ。このポテポテクマちゃんがこうなるなよ、君たち気をつけて、割っちゃうみたいな。ちょうどなんか正月くらいにこれ発売されたんで、やっぱ正月ってね、食べたいものめっちゃ食べちゃうし、気を抜いてたらどん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 このクマちゃん体型になっちゃうわけ。でもスミさんはもう遅いと、気づいてたらもうクマちゃんになってしまったってことなので、さらにこのチェキでね、注意を呼びかけたいと思います。取れない、え、怖っ、なんで、今待って、電池ないかも、あ、来た、愛らしいフォルム、そうなんですよ。あ、スミさんギフトありがとうございます。小判、歌ってる時ポケポケすんなよって連呼されちゃう、そうですよ、そういう意味です。割っちゃうわ、痩せなきゃ。いやー、なんかさ、人生においてダイエットとかさ、その体型維持とかさ、これごめんね、この後ろの髪全く何もしてない、恥ずかしい、映っちゃうね。何の話しただっけ。そう、人生においてね、体調管理って一番大変なことなんでね。でもこのパーカーを着たら
いつでもここに ぼやぼやしてる決心みたいな人がプリントされてるんで、それを見ながらぜひ。このさ、あれだね、これが邪魔だね、この紐。体型管理とかしたことない。してこうよ一緒に。蝶々結び？サングラス買ってくる。あり。サングラス。私もサングラスした方がいいですか？でも顔見えないの微妙だよね。すみさんありがとうございます。チェキ届くのも、あとは一期ライブも楽しみにしていてください。ありがとう。じゃん。あのメッセージとかはね、後で皆さんの上ゆっくり時間をかけて書きたいと思うので、今はとりあえずチェキと撮ってサインするって感じです。来週一期ライブ楽しみだね、楽しみにしてて。昨日ようやくリハーサルが始まって頑張ります。続いていきますよ。ふうみん4号さん見てるかな。でもふうみん4号さんはね、見てるけど多分見てると思う勝手に確信。年女でもますます可愛いまーちゃん、こんばんは。ちょっと痩せましたか。ほら、この調子でどんどん綺麗になってしまうのでしょうか。なんでちょっと悲しいみたいな、ちょっと綺麗になっちゃうの悲しいみたいな感じやめてくださいよ。ちょっと痩せたかな。あ、ありがとうございます。ちょっと痩せたかも。そうなんですよ。ゼップ東京に向けてちょっと食事とか管理してたらちょっとね痩せたかも。でも最近またね、ちょっと食欲がね戻ってきてね、食べたい欲がすごいんですけども、でもあんま体重変わんないんだよね、いくら食べても。そういうお年頃になったのかもしれない。え、3枚も買ってくれてる、ありがとうございます。このくまちゃんチキ楽しみにしててね。私ね、すぐ顔に出るから分かりやすいと思う。確かに顔ちょっとシュッとしたかもしれないですね。うれぴ、幸せの半径に美があるの見せて。よいしょ。ぼやぼやすんなみたいな。このパーカーめっちゃ可愛くないですか。普通に普段使いできるよね多分。なんか私のほんとリアルな友達がちょっとデザイン関係の仕事をしてる人で、でなんか多分私がその自分のインスタのストーリーになんか載せたじゃん、あのどうですかこちらのパーカーみたいな、そしたらなんかそれを見てくれてたみたいで、え、これめっちゃいいねみたいな、欲しいって言われて、ちょうだいって言われたんですけど、自分も1枚しかもらえないんで、ちょっとそれは無理です、買ってくださいってお願いしたんだけど、でも普通にお金出して買うくらい欲しいって言ってくれて、嬉しいです。そんな自信作でございますので、みんなゲットしてね。まーちゃんが、そうだよ、このタッチは私はしてないです。でもこういう全て指定したのは私でございます
そう、色とか雰囲気とか、いやみんなに来てほしいな、これ普通に欲しい。原画とかはないですね。原画じゃなくて、パーカー衝動買いしちゃった、かっこいいわ。え、ありがとう外さん、嬉しい、ありがとう、感謝。パーカーのグッズって初めてだよね多分。しっかりこうやってグッズになったの、あら貴重なんでね。まーちゃんとほーちゃんの普段着で使えそう。そうなんですよ、なんかやっぱ現場にも着てこれるけど、普段からやっぱパーカーってさ、そのなんだろう、結構持ってるとかさばるじゃないですか、置く場所とか取るから。なんかその普段も使えるくらいのデザインだったら普通に洋服として使ってもらえるかなと思って考えました。なんか T シャツくらいだったらさ、ちょっとね何枚か持ってても保管は簡単かなと思うんですけど、パーカーってマジでかさばるじゃないですか。だからこれ結構生地もねしっかりしてるんで、みんなが普段から使ってほしいなという私の願いを込めてですね。あとなんか男女というか、まあユニセックスな感じで着れるのがいいかなと思って。これ女の子が着てもさ、ちょっとボーイッシュな感じにさ見えるし、これにちょっとミニスカートとか履いたらめちゃくちゃ絶対男の子がキュンとするような格好になるし、でも普通にデニムと合わせてもかっこいいし、で男の人はね普通にこう絶対似合うと思うんで、そんな感じで考えたので、なんかね裏地とかはね特にモコモコの裏地とかがついてるわけではないので、なんか中に厚着着込んでもらえれば寒い時でも余裕で着れると思います。私あんま普段パーカーとか本当に着ないから、すごい貴重な貴重なパーカーです。私にとってパーカーって欲しいけどさ、パーカーって欲しいけど買おうって思わないんだよね私。ただこうやって推しが作ったパーカーならみんなも欲しいと思ってくれるんじゃないでしょうか。スーミーヨンゴさんできました、ありがとうございます。年女さらに可愛くなれるように頑張りたいと思います。タロクの楽しみにしててね、ありがとう。続いてひろみちさん3枚ありがとうございます。見てるかな、見てるよねきっと、見てるかな。まゆまゆこんにちは、今回は前回買い忘れたので忘れないうちに応募しました。ありがとうございます。今回初めてかな、まゆまゆのデザインしたパーカーを着ている姿を見るの。そうだね、そうだ、私あの特にツイッターに写真とかも上げてなかったので、そう、どんな姿か楽しみ、あと未だに解けません42の謎、そろそろ教えて。今回は仕事で見れないかもしれないけどよろしくお願いします。あら見れてないの、皆さん、皆さんじゃない、ひろみちさん来週の一期ライブ楽しんでねということ、ありがとうございます。何何、チケットが復活した、ゆる声のチケット復活したらしいので皆さんゲットしてくださいということで42の謎をそろそろ教えちゃおうかな。ここでフィルム交換です。
ではひろみちさん撮っていきたいと思います。今日土曜日なんだね。なんかすごい平日の気持ちだったわ。皆さん今日土曜日みたいです。42の謎をどうしようかな。ここで行った方がいいかな。ツイッターに書いた方が分かりやすい。ツイッター発表とどっちがいいですかね。ひろみちさん見てないと思うけど書きましたよ。くまっちゃんチキ楽しみにしていてください。ありがとうございました。生きレブも頑張ります。ここで言ってからツイッターに上げて OK。 42の謎はじゃヒント1、何かを足した数字です。42っていうのは何かを足した数字なんだと思う？何を足した数字でしょう？ということでシンキングしててください。続いてしんちゃんありがとう。まー、あ、ちゃんこんにちは。いつもマシュマロボイスに癒されてます。先日のライブ後特典会でまー、あ、ちゃんから一期生ライブ誘われて、今からチケット購入だときっと最高列だから、だったらもしこの配信でサイン付きチケット販売してたらそれをゲットできればと思ってます。ということでしんちゃんゲットしてくれてありがとうございます。チケットそしてチキもありがとうございます。届くの楽しみにしていてください。じゃあ撮っていきます。剣行ったことある剣みたいな。二部用のコメントでした。ありがとうございます。でも表参道だから後ろにいてもきっと楽しめます。全然目も合うしね、後ろでも。私に関する何かを合計した数字ですね。
その全く関係ないとかはないです。私に関する何かの数字を足したのが42なんですよ。都道府県から都道府を抜くと42くらいかと急にな、私地理の人みたいなね。私に関する何かの数字を足したら42になります。誕生日の年月、年月、正解。お茶部さん、みかんさん、正解です。生年月日、私1998年5月28日なんですけど、まあ、それをその数字を一つ一つ足したら42になります。いや、これ意外と気づかないんだなと思って、みんな。ということで、しんちゃんありがとうございます。一期ライブ楽しみにしててください。チェキも届くの楽しみにしててね。くま、そう、正解です。皆さんおめでとうございます。いや、これね、なんか数字書きたいなと思って、何にしようって思っていろいろ足してみたんですよ、自分に関する数字を。なんか自分の身長とか体重とか、なんかそういうこと足してみようかなとかも思ったんだけど、これなんか変な憶測とかされたら嫌だなみたいな、体重何キロじゃんってなんか計算されても嫌だなと思って生年月日にしたんですけど、まあ私に関する個人情報がね、ここに刻まれておりますので、取り扱い注意ですよ、本当に。しんちゃんありがとう、ありがとうございます。続いて熊木くん、ありがとうございます。まーちゃんこんにちは。今日は何色のパーカー着てるのかな。私は緑にしました。おー、早くこのパーカー着て会いに行きたいです、ということでありがとうございます。緑ゲットしたの。緑も可愛いよね。いや、私も緑欲しいんですよ。でも私ね、黒しか持ってないの、そもそも。全色欲しいあ、くまいくん見てる、ありがとう。今日はお揃いで見てる感じですか。ちょっと行きまして、ちこさんいいね、ありがとうございます。個人情報を胸に街を歩くんですね。そうです、みんな私の個人情報を背負って街を歩いてくださいそうだから、例えば体重がね、じゃあ例えばまあね、ありえないだろうと数字32キロとかだとしますよ。そしたらそのね、私のじゃあ生年月日と身長と体重を足しましたって言うとするじゃん。で、私の身長なんてみんな知ってるわけだから、それ引いたら私のさ体重になっちゃうから、だから本当にあの、それはダメかなと思って、まあ、それ足したとしたら言わなかったけどね、私は。別に42の謎は謎にしたまんまでしたけども、くまちゃんって俺得です。確かにくまきくんもくまちゃんですね。じゃあくまきくんパーカーですね、これは。それでペアルックチェキとか撮りたい。確かに、それかわいいね。数字足してると思いつかなかったでしょう。そうなんですよいいでしょ。やっぱね、単純にさ05とかだったら誕生日月かなって分かっちゃうかなと思って、やっぱね、単純に分かんないものが私は好きなので。身長と体重足したら42ってことですね。違いますよ私すごいすごい桁数になっちゃう、それだってさ170だから、まず8じゃん。
体重何キロあったら42までなるんだろうね。はい、熊木くんありがとうございます。いつか緑パーカーを着て、会場にお越しください。ありがとう。足が痛くなってきたよ。ありがとう、ありがとうございます。続いていっちゃいますよ。竹春さんです、ありがとうございます。見てる竹春さん、見てる、見てるよね。さっきギフトくれてたもん。まだ見てるかな。まーちゃんこんばんは。パーカーはおそろっちの黒ポチりました。ありがとうございます。ありがとう。チェキも楽しみにしてます。好きということで、お揃いじゃん。お揃っち、やったね。どうですか黒キャワでしょ。じゃあお揃いということで。私そういえばさ、エアコン消してたんだわ。なんか寒いなと思ったらさ、エアコンの前でメイクしようと思ってさ、さすごい乾燥するからエアコン消そうと思って、私今エアコン消した部屋で過ごしてた。寒っ、びっくりした今。オッケー、ちょっとエアコンつけます。猫のカモ、でもさ気づかなかった。多分1時間くらいエアコン消してたけど気づかなかった。ということはこのパーカーがあったかいということですね。ポジティブ。このパーカーがあったかいから気づきませんでした。皆さんパーカー買ってください。普通にあったかいから気づかなかったわ。気づくの遅く、本当だよ、気づくの遅くて自分でもびっくりしちゃったわ。パーカーに感謝です本当に。竹春さんありがとうございます。嬉しくない？でもなんかさ、お揃い、お揃いの服を着てるチェキってあんまないじゃん。イエーイ。ということで貴重なチェキありがとうございます。すごいよねこのパーカー、びっくりしたわ。ほんと気づかなかったな。続いてムラさんありがとうございます。フェアレクチェキがいいよね。キュンキュンです。まーちゃんやっほー、パーカーかわいいよね。でもまーちゃんの方がもっとかわいいよね。それなーということで。ありがとうございます。あ、竹原さんありがとう、ありがとう。村さん見てますね。もうやだ村さん、パーカーかわいいね。でもまーちゃんの方がもっとかわいいよねということで、じゃあどっちがかわいいか勝負なチェキを取りたいと思います。胸がキュッと甘くなるよ、爆発しそうデスグリーな、君からキュッとして欲
したいな中途。この曲最近やってないな。村さんありがとうございます。ね、この可愛いかける可愛いの最高の組み合わせチェキをぜひ届くの楽しみに待っててください。ありがとう。ということで続いてラストですね。ありがとうございます。のっちんさん見てる？のっちんさん見てますか？読んでいきます。まーちゃんこんばんは。まーちゃんパーカー購入させていただきました。ありがとうございます。嬉しいです。ライブに来ていけて普段使いもできるデザイン今から届くのが楽しみです。やっぱりヨシカメが一番です。ということで分かってるね、のっちんさんありがとうございます。そうなんですよ、普段も普段使いできるデザイン嬉しい。何色買ってくれたんかな。のっちんさん遅くなりました。およかった、間に合った。今のっちんさんの出番です。今ありがとうございます。何色ゲットしたんだろう。撮っていきます。あ、ちょっとあったかくなってきた部屋が超寒かったからあったかくなってきた。悩みましたがグレーです。おー、グレー、グレーってどんな感じなんだろう。可愛い気がするな。これこことかもちょっとグレーって、で緑も結構深いんですよ。だからグレーとかすごい合うかもね。ありがとう、たくさん来ちゃってください。パーカー一覧を見てみると結構な画伯揃いだ。ほんとそうなの？だけ昔のように戻れない今を昔のように思えまで。バー小判です。どうもどうも。じゃん、のっちんさんありがとうございます。ぜひぜひ。こちらのチェキも楽しみにしててください。ありがとう。グレーのパーカーたくさん来てね。ということで皆さんありがとうございます。今日はこの iPad みたいなやつの電池が切れなかった。毎回切れるんですよ。なんかさ、やる直前に充電するとさ、なんか 3% くらいしかたまんなくて、いつも切れてね、みんなにやばい充電ないよって迷惑かけるんですけども、今日は無事にね最後までやりきりましたはい、ということでまーちゃんのこのくまーちゃんパーカーおうち席会お申し込みいただいて皆さんありがとうございます。ね、なんかもうゲットしてくれたよっていう方もいたしね、ありがとうございます。こちらのチェキたくさんさん、あのメッセージと落書きとして届けたいと思いますので、届くのもうしばらくお待ちくださいありがとうございます。今日はショールームからの配信だったんで、どうなんだろう、どうでしたかね、ショールームでの地域会。なんか
YouTube よりもやっぱコメントとかはしやすいんですかね。みんなすごく積極的にコメントとかしてくれてありがとうございました。ありがとう。じゃあ6時までね配信続けようと思いますので、ありがとうございます。ちょっと待って、テロップを変更しました。見れてよかったです。このパーカーマジかわいい変更しました。テロップ、あ、初見すずぽんさんありがとうございます。こちらのパーカー、みんなあのもうね買ってくれたよって方たくさんいて嬉しいんですけど、まだ悩んでるよとか、ちょっとどうしようかね悩んでるんですよっていう人はぜひゲットしてほしい。どうかどうかゲットしてください。その頭の輪っかはくるくる回るんですね。え、回んないよ別に回んないよ。実際にデザイン見られてよかった。あ、これです、実際のデザイン。お揃いにしようよなんか喉になんか詰まった。ここにね、吉川真由って本当は書いてるんですよ、英語で。ただ黒だとマジで目立たないから全然いいと思う。42は何か意味あるの？これさっきねお話ししたんですけど、後でツイッターにも載せるので、買ってない人がコメントしたら怒る？もう買ってくださいっていうだけです全然怒りません。サイズ感どうですか？これ XL なんですけど、XL で L かなっていうくらいですね。なんか袖とかはちゃんと長いんですよ、全然長いんだけど、ここの身幅があんまないので、身幅があんまりないので XL 感はないですね。そう、なんかダボっと着たくて私は XL を頼んだんですけど、意外となんだろう、 XL だけど L くらいのサイズ感だったので、ダボっとしたのがいい方は、あのこれ結構 4XL までサイズあって、ちょっと大きめ頼んだ方がいいと思います。このね縦幅も意外とないんですよね。そう、ここも意外とないから、丈感とかは大きめ長いんだけど、このここ周りが意外と細いので、結構大きめ頼んでも全然いいかもしれないです。そう、それとかはね、でもそれも言うて普通か、全然大きめ頼んじゃっていいと思います。普通のサイズでジーンズに合わせるくらいので着たいっていう人は、いつものサイズだと結構ぴったりめになると思うんで、一つくらい大きめで、ダボっと着たい人はもう2つ3つ上頼んでも全然いいと思います。うん、Google で生命、宇宙、その全てに対する答えを検索すると42って出てきます。翔さん気づいちゃいました？本当は そっちの意味なんですよ。本当はそうなの、生命、宇宙、その全てに対する答え、それが42イコール私の生年月日を足した数イコール私は生命、宇宙、その全てに対する答えが吉川麻衣ということになります全然知らなかった。そうなんだ。じゃあそれ後付けの理由として採用させていただきます。翔さんありがとうございますえ、かっこよくない？すごい。そうなの？そういうことにしとこうぜ。黒パーカー買おうと。お茶部さん、前の黒パーカー買ってくれるの？ありがとう。押し色じゃなくてデザインが入るカラー買いたくない？そうなの、そうそうそう、私もそう思う。
まあ、私のさ、あの好きな色が緑なんですよ。なんか私のファンの人とかね、緑色のグッズとか結構買ってくださること多いんですけど、もうここに緑入れちゃってるので、全然自分が好きな色買っても一応推し色は入ってるしみたいな。で逆に別に普通にこれ可愛いから欲しいなみたいな方に向けても全然いいと思うんですよね。白とか黒だとねいいと思う。眉毛も可愛い。私の眉毛こんな感じ。 XL 買うか。そう、おすすめです。お揃い、 XL お揃いです。結構大きいサイズもある。そうなんですよ、 4XL くらいまであってすごいなと思って。僕 M でも結構きつかった。確かに M は結構ちっちゃいと思います。子供服かなくらいの。それはないけど、XL でこのぴったり感、肩幅とかもあんま余裕ないんで、男性だったら XL 以上がいいんじゃないですかね。うん、遊びに来たよ、ありがとう。初見さん、和也さん、普段 M 着てて L 頼んだけど小さめだった。そうね、多分男性の方は XL 以上がいいと思います。全て怪しいな、そういうことになっちゃう。神なの？そういうことになりますね。いやー、42にそんな意味があったなんてすごい。でも42、実際私の生年月日を足した数なわけですから、そう考えるとやっぱ全ての宇宙の答えは吉川舞になってしまうということですね。 L を買ったらピチピチだった。うん、ね、XL 以上がいいかもしれないね。女の子でも XL って全然いいと思う。うん、袖とかはまくればいいしね、別に。うん、ぜひ皆さんこちらゲットしてください。自分は胸つき目が見えません。私の声は聞こえていますかね。今黒い私がデザインしたパーカーを着ているので、よかったらゲットしてください。うん、くまちゃんパーカーです。宗教始めるの？始めないよ。萌え袖は、萌え袖はザレで萌え、なになに、どういうこと？萌え袖、萌え袖キュン。そう、あと今1月29日の1期生3人ライブのチケットをですね販売中ですので、皆さんぜひぜひこのショールームの機会にゲットしてくれれば、私のサイン入りチケットがもらえます。たまたま、たまたま時々うん、5時です。チャンマー教あー、チャンマー教じゃないよ。おい、待って、チケット売れた。コトポン、コトポン、ごめん、めっちゃうるさかったね今。コトポン、ありがとうございます。一部の一期ライブ買ってくれた、ありがとう。コトポン、コトポンってなんか言いたくなるね。コトポンコトポン、コトポンポン、コトポン、ありがとう、嬉しい。え、ありがとうございます。一部、楽しみにしててください。サインを書いてチケットをお届けします。来週、来週の今日だよ、来週の土曜日会えるの楽しみにしてるね。ありがとう、コトポン。コトポンってめっちゃ言いたくない？したかんだ。ありがとうございます。イエー、すごい、来たくなっちゃった。ありがとうございます。和成さん、聞こえてます？どこで買えますか？そうですね、これはあの私のツイッターから飛んでもらえたりとか、あと UPT っていうところから、っていうところから出してるんで、そこのサイトから買うことができます。ふん、色とかも自分で選べるし、サイズも自分で選べます。
これお値段おいくらでしたっけ、3500円か4000円だったと思うんですけど、うん、まあパーカーだったらまああれかな、相場そんなもんかな、でも普通のパーカーでも。次 T シャツ売るんですよね。え、それもう出てんの？次 T シャツ売るってなんか公開されてるの？そうなの？これ言っていい情報なの？アップティー、アップティー、4500円だったはず。あ、4500円でした。ちょっとね、値段張るんですけども、ちょっと値段張るんですけども、4500円、5000円くらいじゃない。ちょっと私もね、今手も、あ、待って、これで調べよう。これで私の今日は電池が切れない iPad もどきで調べます。税込みで4950円でした。ありがとうございます、きょうちゃん。税込みでね、5000円ですね、約。まあなかなかちょっとお値段するんですけども、結構可愛いパーカーなので、素材もいいんで、気になる人はゲットしてね。 T シャツ、あ、そう、なんかでも T シャツも今回、え、なんか青タンできてるんだけど、ここに、怖っ。そうですね、なかなかね、お値段張っちゃうんで、みんなにたくさん買ってくださいとはちょっと言いづらいんですけども、なんかこれね、ランキングみたいなのがあって、昨日中間発表とかもされてたんですけど、ちょっとまーちゃんもうちょっとランキング上げたいなというか、ベスト3に入ると雑誌に出れるので、ぜひ皆さん私のランキングを上げてください。すごい、青なじみ？何青なじみって、分かんない、なんか順位が10位までしか出てなかったんで、ちょっと何位か分かんないんですけど、みんなぜひパーカーをゲットして私を雑誌へ載せてください。ちょっと待ってね、違うな。ツイートするだけでもポイント入るんですよね。何のポイント、何のポイントが入るんだ、ポイント制なのあれって、売上枚数とかじゃなくて。青タン、え、そうなの、そうなの、あ、そうなんだ、青なじみって言うんだこれのこと。へえ、茨城弁。うん、そう、ほぼね、1位の方がね、でも3位まで入れるから、え、なんかツイートするだけでもいいらしいですよ、皆さんツイートしてください。こういうの分かんない、詳細が難しいですよね、なんか消えたし。え、みんなじゃあツイートしてね、たくさん。忘れてもいいよ。喉が変だわ。え、すごいよ、だって2期のメンバー1234、だって2位3位2期のメンバーだからね、カジーと佐々木、すごいね。ツイート50ツイートあたりアイテム1つ分のカウントになるみたいで、そうなの。すごいね、みんなそうみたいだよ。ぜひ推しのツイートたくさんしてください。まーちゃん推しの人もぜひ
まーちゃんのツイートしてください。そうなんだ、すごいね。でもこれさ、なんいつまで続くんだろうこの戦いは。結構長い。だって次1ヶ月後だもんね。長期戦になりますので、皆さん長期戦頑張っていきましょう。ぜひツイートして、ツイートとゲット。でも次の T シャツもね、結構私可愛い感じに抱けたと思うので、ちょっと楽しみにしてほしいんですけど、次はなんか新生活応援みたいな感じだったんで、まーちゃん推し50人が一気にツイートしてみる感じ。どういうことなんだろうね。一人が何ツイートしてもいいってこと？じゃあ私もたくさんツイートした方がいいよね。私もじゃあたくさんツイートしますね。もうできてるのね。今デザイン案を送った段階。今回は前回はね、完璧にデザイナーさんにこういう感じでっていう、私はニュアンスだけ伝えて作ってもらったんですけど、今回は私がちゃんと描いた絵を元にそれをこう綺麗にしてくれるみたいな感じなので、ちょっとそれも楽しみにしててください。 T シャツの方がね、手軽にゲットできるかなと思うので、よくわかんないですね。まあでも、まあ、ランキングも大事だし、この雑誌にね載るっていうのもすごく大事ではあるんですけども、何よりもめっちゃこのパーカー可愛いんで、普通にゲットしてほしいなっていう普通にゲットしてほしいなっていうあれがありますので、皆さんも欲しいなと思った人はゲットしてください。ね、今回の一期生ライブの、もう販売してないんだけど、29日のライブの SST シャツが私描いたんですよ。あれ本当にすごいから、もう SST ね、もうね販売終わったんですけど、 SS チケットか、ちょっと SS チケットをゲットした人、それ楽しみにしてください。リツイートもカウントされるのかな。どうなの、みんなちょっとどうなんですかね。各アイドルのツイートして応援よりツイートして応援しましょう。50ツイートあたりアイテム1つ分のカウントとなります。ハッシュタグ URL をすべて入れて投稿してください。テキストの変更は可能です、ということで、このね、こういうのにここにツイートして応援って出るんですよ。それを押すといいってことだと思います。ツイートして応援をしてツイートするといいらしい。らしいよ、みんな。ちょっとツイート頑張っていこう。一緒に。それでは皆さん、おうちチェキ。そう、おうちチェキやってたんですよ、本当は。おうちチェキありがとうございました。届くの楽しみに待っててください。夜 4U もありますのでお待ちしてます。バイバーイ。ギフトもたくさんありがとうございます。第3位ムラさん、第2位竹春さん、第1位ハローさん、ありがとうございました。バイバイ。